はい。それでは続きまして、運輸防災マネジメントセミナーの方に移らせていただきます。講師はですね、国土交通省大臣官房運輸安全管理官付赤調査官です。それではよろしくお願いいたします。ただいまご紹介に預かりました運輸安全調査官の赤です。私からは運輸防災マネジメントセミナーについてご説明させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。では、説明の流れですけれども、1前説の次にですね、2として自然災害の状況と被害として地震と雪の事例を紹介した後に、3自然災害から得られる課題と対応ポイントをご説明いたします。その次に4として自然災害への対応における運輸安全マネジメントのポイントをですね、運輸事業者の取り組み事例を交えてご説明いたします。最後に5として4までのポイントをですね、交えてまとめとしてご説明させていただきます。前説ですけれども、こちらに関しては今回の YouTube でのお届けとなりますので、皆さんには ご質問はいたしませんが、実際のセミナーではですね、事業者の皆様に3問質問させていただいて回答いただいておりますので、その結果を後ほど表示させていただきます。はい。ここから2として自然災害の現状と被害です。自然災害の頻発化、激甚化によって近年大規模な災害が頻発しております。まず1として地震ですね。平成23年3月の東日本大震災をはじめとして、各地で震度5強以上の地震が相次いで発生しております。平成28年4月熊本地震、平成30年9月北海道胆振東部地震が最大震度7で、これにつきましてはこの後のスライドでご説明いたします。令和元年山形県沖最大震度6強、令和3年2月福島県沖最大震度6強、首都圏では令和3年10月、千葉県北西部を震源とした最大震度5強の地震が発生しております。この地震では東京23区では、東日本大震災以来10年ぶりに震度5強以上を記録し、帰宅困難者が生じたり、翌日まで首都圏の公共交通機関に影響が出たことは記憶に新しいところです。さらに今後発生が懸念される南海トラフ地震や首都直下地震といった巨大災害のリスクも懸念されるところです。3として次に、雪害ですね。ここ数年、平成26年2月山梨県、平成30年2月福井県、令和2年12月新潟県群馬県、令和3年1月福井県など、大雪によってですね、高速道路国道で大規模な車両滞留が発生しております。雪害についてもこの後のスライドでご説明いたします。まずですね、地震の現状と被害として2例ご説明いたします。まず平成30年9月北海道胆振東部地震です。この地震では北海道で観測史上初の震度7を記録しました。液状化による宅地の被害や大規模な山腹崩壊に伴う稼働閉鎖が発生、広範囲での大規模停電が最大約295万と発生しておりまして、約50時間経過後に 99% を回復したと。他に被害状況としましては、死者が41名、他重症者50名を超える負傷者が多数発生しております。家屋につきましては全半壊塌が1万棟を超える被害が発生しております。もう一つ、平成28年4月熊本地震も記憶に新しいところです。最大震度7を2回計測、同一地域での震度7の観測は史上初で、最大震度6強が2回、6弱が3回、
その後も半年間に余震が4000回を超えております。被害状況としては死者49名のほか負傷者多数、家屋については全半壊と4万棟を超えるほか、断水、停電、ガス供給停止等、それから改装中の九州新幹線の脱線が右の写真にありますように、本線の一部運休といった多くの被害が発生しました。また自動車関連企業の工場が操業停止するなど、サプライチェーンの寸断を招き、企業活動にも多くの影響を与えました。この自動車関連企業の工場の操業停止によって、九州以外に立地する生産拠点も中止した企業もあり、自然災害が発生した後のですね、事業再開の計画、いわゆる BCP が策定しているか否かで事業再開の差が出るのかもしれません。続きまして、雪害についても2例ご説明いたします。まず平成30年2月に福井県、石川県での大雪に伴う大流です。福井市では昭和56年の豪雪以来、積雪が130センチを超える記録的な大雪となりまして、北陸自動車道の通行止めに伴い、並行する国道8号に車両が流れ込み、福井、石川県境付近でチェーン未装着の大型車のスタックを契機としまして、最長約46キロメートル、最大約1500台もの大規模な車両滞留が発生しました。またその後もですね、12時間で約40センチの降雪で車両間の堆積によって、除雪作業は困難を極めまして、滞留車両の排除にですね、2日と17時間を要しております。地域の生活や経済活動に多大な影響が発生しました。もう一つ、令和2年12月に新潟県、群馬県等で、関越自動車道の月夜のインターチェンジから小出インターチェンジ間での滞留です。群馬県内で期間積雪量が291センチ、新潟県内で278センチを観測しました。大型車のスタックを契機としまして、新潟市方面で約350台、東京方面で約1750台、合計で2100台の車両が長時間滞留しました。滞留車両の排除には、新潟市方面で約1日と9時間、東京方面で2日と4時間を要しております。また自衛隊や警察等の協力によって物資配布や車両救出が実施されました。また下に記載の通り、令和3年1月にも北陸自動車道と国道8号で車両滞留が発生しております。このほかですね、首都圏でも雪害がありました。平成30年1月にですね、東京都心で23センチの積雪を観測しまして、首都高速でこれも大型車のチェーンが切れて、走行不能となり、最大12キロメートルに及ぶ車両滞留が発生しております。首都高速全体の約7割をですね、の通行止めを実施しまして、除雪しましたが、時間を要して全面通行までには4日間を要しております。実際のセミナーですですね、この質問1、ですね、を質問させていただいております。質問1、事前の備えの状況ということで、本格的な雪シーズンを前に大雪に対する十分な事前の備えはできていますか。1、はい、2、いいえ、3、降雪、積雪する地域を事業エリアとしないという質問に対して、はいが 64%、いいえが 6%、降雪、積雪する地域を事業エリアとしないが 29% という結果でした。多くの運輸事業者様がですね、十分な事前の備えはできているとのことですが、まだ備えができていない事業者におきましてはですね、先ほどの雪害の現状と被害のようにですね、車両の滞留、また事故等といったことも考えられますので、早急に備えをすることを推奨いたします。また降雪積雪する地域を事業エリアとしない運輸事業者におきましてもですね、先ほど雪害
の現状と被害で若干説明しました。首都圏の降雪での車両滞留といった例もありますので、事前の備えを推奨いたします。それではこの後のスライドで具体的にどのような備えが必要になるかを後ほど説明させていただきます。ここから3、自然災害から得られる課題と対応ポイントということになります。まず1、地震、津波から得られる課題です。近年運輸事業者はこれまでの経験を上回る自然災害により安全安定輸送に関わる多くの課題が顕在化しております。まず1として、電源喪失、燃料不足、通信網の断絶、旧耐震基準の建物の崩壊等のリスクへの課題と対応。次に2として、発災後に安全を確認した上での事業継続計画の策定の必要性。それから3として、復旧にかかる経営資源。経営資源というのは人、物、金ですね。これの選択と集中と。といった課題が顕在化しております。2としてですね、地震、津波への対応ポイントです。まず、1として、地震は発生の予測が困難であるということです。次に2として、あらかじめ事業への最大の影響想定が必要であるということですね。これまでの経験を上回るものが発生するとして、これまでは大丈夫だったということではなく、最大の影響想定が必要ですということです。3、直前の準備ができないため初動対応が極めて重要となります。いつ、誰が何をどのように対応するかに着目しまして、例えば防災マニュアルや防災行動計画タイムラインというものですね、この策定が重要ですということです。4、建物の倒壊および交通の途絶を考慮して、被災状況に応じて迅速に対応できるよう計画しておくことが必要です。経営トップも含む全社員の被災状況に応じて迅速に対応することができるよう計画が必要です。次に、雪害から得られる課題としましては、また近年ですね、大規模な車両滞留が多数発生して、安全安定輸送に関わる課題が顕在化しています。まず1として、的確な気象状況、気象情報ですね、道路情報の把握です。次に2として、的確な気象情報道路情報の把握を踏まえた安全最優先の運行計画、例えば中止とかですね、広域休暇とか、こういったものの策定と。そして3として、雪に対する事前の備えの必要ということです。2として、雪害の対応ポイントとして、まず1としてですね、降雪積雪の予測はある程度可能ということです。最新の気象予報警報道路交通情報をもとに、積雪や視界不良による運行中の立ち往生等を防止するための迅速な判断と対応が極めて重要です。経営トップとこの責任のある方、判断すべき人がですね、指示を早く判断することができれば、社員も迅速に動くことができます。また、立ち往生といったものを防止することができれば、例えばですね、その後の顧客の位置とか、顧客等への信用につながるといったことも考えられます。また、立ち往生等でですね、輸送が大幅に遅れるといったことで、荷主への謝罪といったことも、対応も必要もなくなるではないかと考えられます。次に2として、雪崩融雪による河川の増水に伴う二次災害にも十分な注意が必要です。3としましては、旅客貨物運送の一時運休停止について、旅客荷主等に前広に周知、県関係機関等との連絡を密にして対応体制を構築すると。除雪後の輸送再開に備えることが重要です。特に旅客荷主等に前広に周知することが重要かと思います。例えば風水害と同様にですね、日頃から
荷主と情報を共有し、発災時によの状況によってはですね、一時運休とか輸送中止といったことを了承していただいておくことが重要かなと思います。丸4として、トラック等の場合はですね、突発的な大雪に備え、冬用のタイヤ装着だけではなくてですね、チェーンの備えとか車内への食料、飲料などの備えも大切ですということです。ここから4として運輸防災マネジメントのポイントをご説明いたします。12項目のポイントがありますが、このうち1から4の4点に絞ってご説明いたします。まずですね、1つ目、経営トップの責務です。1、トップダウンとして、経営トップの責務は事故対応と同様に、自然災害対応も経営トップの関与が重要です。被災直前から直後の対応は危機管理そのもので、ありまして、トップダウンで対応する体制が必要であり、経営トップはいち早く災害対策本部を参集し、自ら対策を指示することが重要です。災害対策本部に迅速に参集する理由としましては、被災状況の迅速な把握と対応の判断、指示を行うためであって、公的機関への支援要請、旅客、物資輸送の中止、休止の判断、自治体、他の事業者との防災協定の発動などの判断が必要となるためです。とは言ってもですね、被災の状況、公共交通機関の状況などから必ずしもこの経営トップはですね、参集できるとは限りません。経営トップが参集できないことを想定した対応として、代行者をあらかじめ選定しておくこと、ですね、経営トップ不在でも実施すべき事項であります避難、救助、救護等の初動対応を社員、職員に浸透させる備えが重要ですということです。として次に経営判断です。事前の備えや事業継続のため、経営資源、予算と要員等のこの配分ですね、優先的に再開する事業の事前策定とも求められるため、経営上重要な判断が必要となります。例えばですね、鉄道の計画運休のようにですね、一旦中止する経営判断が必要となるケースもあることから、経営トップの対応が必要となりますということです。3として事業者全体での対応です。特に経営課題として平時からですね、認識して対応することにあります。これだけ大きな自然災害が頻発に発生する最近の状況では、自社が被災するリスクが高いと考えて、リスクを下げるために何をすべきかを実践することが重要となります。2点目のポイントとしまして、安全方針と防災の基本方針です。まず1、安全方針。平成29年ガイドラインでは、運輸事業者に輸送の安全確保に関する基本理念として、安全方針を策定することを推奨しています。2番目、2として、安全方針への自然災害対応の追加、つまり防災の基本方針の策定です。自然災害において、特に地震となりますと、運行4以外も含めてですね、つまりこの全ての社員、職員が被災する可能性があります。安全方針の対象が運行要員である一方、防災の基本方針については全ての社員にとって重要であるという特徴を持っております。防災の基本方針をの 策定の狙いとしましては、安全方針同様に策定する際にはですね、最終的に経営トップが決裁するため、社内で現状の防災減災の取り組みレベルが明らかになり、弱点が明確化され、どうするかについて議論できることです。例えば輸送の安全方針に自然災害対応を組み込むことによって、全社的取り組みが実現できることとなります。
策定する際にはですね、まずは発災時に身を守る避難、救助、救護という人命最優先の原則があって、まあ、次に安全を確保した後にですね、事業継続を盛り組んだものを策定してください。防災の安全方針はですね、すべての社員にとって重要であることから、被災状況の確認、火災などの二次災害の防止というような行動をですね、誰もが最優先で実践できることが分かる方針であることが重要です。策定の形式ですが、これは事業者が判断して決定いたします。防災の基本方針をですね、別途定める場合には、その防災の基本方針が安全方針の重要な一部であることを企業内に周知することが重要ですし、既存の安全方針の中でですね、防災の基本方針が記載されているのであれば、あえて策定する必要はありませんが、企業内に防災の基本方針、基本的な方針が存在するということをですね、周知することが重要です。で、策定した後にはですね、安全方針と同様に、社員、職員に周知徹底、さらには浸透度の確認となります。最終目標としましては、社員の一人一人が方針にのっとり行動できることです。3としまして、安全、防災の風土、文化の構築として、いざというとき大切なのは、頭と体が直ちに反応するよう必要な対応を社員、職員が各自で身につけておくことです。経営トップから第一線の社員、職員までが容易に行動に移せることが重要です。そのためには経営トップは事業者の意思及び方向性をですね、企業内に明確に示して、社員、職員に内容を十分理解させて、事業者の風土、文化として定着させることを期待します。次に3点目として、リスク評価です。自然災害対応において、リスク管理、コントロールといったマネジメントをすべき最初の一歩は、自社が遭遇する可能性のある自然災害の種類と程度を把握することになります。当たり前のことですけれども、何が起きるかを想定して対策を講じるのがリスク管理であって、リスク管理を適切に実施するのがマネジメントとなります。まずは自然災害の種類、程度の把握と対策立案が重要となります。雪の場合にはですね、ハザードマップは作成されていないため、積雪、降雪予報、過去の積雪実績などによってですね、ハザードを把握する必要があります。具体的にはですね、気象庁が令和3年11月より、これまでの現在の雪から今後の雪に変更して、積雪の深さと降雪量の分布、1時間ごとにですね、6時間先までの予報が入手可能となっております。またですね、国、都道府県などによって、道路の雪のリアルタイム情報を提供しているので、このような情報を活用してですね、通行可能か否かを把握することができます。また留意すべき点としましては、自然災害の種別を想定した後に、ハザードマップ等も参考に、社会インフラであります、電気、ガス、水道、通信、道路、港湾、空港、信号との管制システムの被害も想定する必要があります。特に電気、通信につきましては、事業運営において重要なインフラ、社会インフラですので、まあ、例えば自家発電、サーバー用のバッテリー、電話および通信の代替性の検討は重要になります。被害想定を細かく見積もると、多数の計画を詳細に作ることになるため、実践的で簡潔な計画が望まれます。なおですね、地震の場合には、国または自治体が公表しているハザードマップ等を活用して、ハザードを確認していただいて、事業者の本社、営業所、さらには運行エリアの自然災害のハザードを特定することが必要となります。
この自然災害リスク評価の一般的な手順のスライドにおきましては、もう一つこの後に配信しております運輸防災マネジメント強化キャンペーンのワークショップの中でですね、詳しく説明しておりますので省略させていただきます。最後に4点目でですね、事前の備えです。事故防止と同じくですね、平素からの取り組みがポイントとなります。各自然災害で観測史上初といった報道をですね、頻繁に聞くようになったかと思います。うちはこれまでも大丈夫だったからという考えは排除しまして、自然災害は必ず起きる、いつ被災してもおかしくないという考えを念頭にですね、平時からの備えが不可欠であります。事前の備えの内容として5点挙げさせていただいております。まず計画的装備ですね。これはハード面での備えとなります。リスク評価による最大の被害をもとにですね、事前準備のレベルと内容を検討しまして、防災品をはじめ非常電源の配備等を計画的に実施いたします。ただし被害が想定されるからといって全てをですね、備えようとしますと巨額な経費が必要となりますし、またこの備品等の管理に人的コストが発生して経営を圧迫するといったことも考えられます。このためリスク評価に応じて対策の優先順位を定めて、企業の財務状況に応じて持続性のある計画的装備を実現することがポイントとなります。次に丸2として緊急連絡網です。これ以下はソフト面での備えとなります。まず緊急連絡網の携帯電話等の電話番号リストを常時最新のものにしておくことがポイントです。よく緊急連絡の訓練を行った結果でですね、あとは最近ではその安否確認システムを導入している事業者さんも多いようですけれども、例えば電話番号、メールアドレスが変わっていて連絡がつかなかったといったこともありますので、常時最新のリストにしておくことが必要です。丸3として防災マニュアルです。社員職員の役割確認、防災意識向上の意味で有意義です。詳細化だけではなくですね、行動模範のような内容の方が実用的です。自然災害マニュアルを細かくしてもですね、その想定通りに自然災害発災することはありませんので、実際の現場では詳細なマニュアルなどを見ている時間もありませんし、自分自身が被災するかもしれません。必要なのは基本理念と基本動作を身につけておくこと、そしてその上で柔軟に対応できる応用力を発揮することと考えられます。次に丸4、事業継続計画です。策定することによって防災を経営に必要な事業活動のとしてですね、一体化して考えられることが可能となります。で、5点目として丸5、タイムラインです。平時の準備、直前の準備、直後の応急、復旧、事業継続に分けて事前災害対応のタイムラインを設定、局面ごとのリスク評価を実施、例示としましては雪害等気象予報で発生がある程度予測可能な自然災害をこれは考えております。特に雪に関しましては1.1の計画的装備と5のタイムライン、丸5のタイムラインがポイントとなります。続きまして参考資料ですけれども、事前の備えとして燃料の確保と安定供給というものが重要となります。これはですね、あるバス会社の例でですね、被災前は車用車がマイクロバスは軽油だと、ワゴン車はガソリン車だったと、のか地下燃料タンクは軽油、社員の通勤の手段は車、バイク、これはガソリンですね。で、被災直後、ガソリンが入手困難な状況が続いたと。ということで地下燃料タンクの軽油を使用してマイクロバスで運転手を送迎しましたということです。で、この経験をもとに被災後はですね、
車用車のワゴン車も軽油車としたと。地下燃料タンクの供給頻度を高め、また燃料供給事業者の複数化、地下燃料タンク容量の拡張も行い、さらに非常用発電機も軽油対応のものを配備し、被災しても常に使える状態を維持するといった取り組みを行っております。もう一つ参考資料として、建築基準法に基づく耐震基準ということで、日本全国で 大地震発生が予測されている中、被害を最小限に食い止めるために住宅や建築物の耐震化が重要となっております。平成56年6月以降は震度5強程度の地震でほとんど損傷しないことに加えて、震度6強から7に達する程度の地震で倒壊、崩壊しないことを検証することとなっております。まずは耐震診断を受けまして、耐震性が不足していると判定されたら、耐震改修工事をしましょうということです。はい、これは2つ目の質問です。で、質問2として、耐震基準、本社営業所の耐震基準の対応について、新対応基準に適合、または旧耐震基準であったか、あったが耐震改修工事済みであるかということで、1、対応済みである、2、未対応である、3、把握してないということで、実際のセミナーではですね、対応済みが 54%、未対応であるが 23%、把握していないが 21% という結果でした。まあ、半分のですね、運輸事業者は対応済みということでありますが、残り半分は未対応、または把握していないということで、先ほどご説明しました地震の現況と被害、地震につきましては全社員、職員が被災する可能性、被災した際の被害の想定などから、人面最優先としてですね、新耐震基準に適合しているか確認、対応されることを推奨いたします。はい、ここからは参考資料としていくつかの取り組み事例をご紹介させていただきます。まず自動車モード、このトラックですね、性能優株式会社様の取り組み事例です。災害発生時には即座に被害軽減のための対応を行わないと間に合わないと。また既存の文書対応の対応に記載しても忘れてしまうといった経験から学びまして、災害発生時に行うべきことを分かりやすく記載した角を収納する緊急時対応ボックス、マルキンボックスというものを作成してすぐに取り出し可能としております。マルキンボックスの内容としましては、災害時対応項目カードというですね、災害時のに対応すべきことをですね、時系列に最優先確認事項、ライフラインの関係、事業継続関係の順番にカード化し、災害時に各担当者にですね、このカードを渡して容易かつ迅速に対応する仕組みを構築しています。また発災時の飲料水確保のため、マルキンボックスにこの災害用ベンダー機能があります飲料用自販機をですね、解除するための鍵を保管しているということです。実際に平成30年7月の西日本豪雨の際には、店所長がボックスから風水害に関係するカードを担当者に振り分け対応したところ、落ち着いて行動することができたといったことがあったということです。次に開示モード、内航貨物のですね、日鉄物流株式会社様の取り組み事例です。広範部職員による指揮のですね、緊急機動訓練ということで、着岸中の船舶では一部の乗組を残して上陸することが多いため、広範部職員のみが乗船しているときに地震が発生した場合、機関部の職員が乗船していないため指揮官が起動できないとってことが懸念されることということです。これはですね、通常広範部の職員はですね、指揮官の起動に関する訓練を受けていないためということです。この訓練の実施は重点活動項目として、
主な活動内容としてですね、津波等により緊急出航の備えとして甲板部乗組員に対する指揮機動を実施するということとしております。取り組みの効果として自社船の震災遭遇を想定し必要性を感じた訓練であって、実際に災害に直面した場合訓練以上に行動することは困難との考えに基づいており、まあ、非常時の備えとして有効であると認識されているということです。もう一つですね、次は航空モード回転翼のオール日本ヘリコプター株式会社様の取り組み事例です。地震の際に発生した北海道全域の大停電、このブラックアウトをですね、を契機に大規模災害が発生した場合でも NHK からのですね、報道取材に要請に対応すべく運航を継続するための体制構築が重要との認識が高まったということです。で、NHK は報道機関としてですね、唯一国の指定公共交通機関に指定されておりまして、自然災害発生時に迅速正確に国民に情報を伝える役割を担っています。オール日本ヘリコプター株式会社様は回転翼機を使用した NHK 報道の国内の航空取材のほぼ全てを担っており、非常に高い運航継続性を維持することが求められております。そのため国内基地拠点のうち7カ所ですね、札幌、仙台、東京、群馬、静岡、福岡、沖縄に非常用予備電源を順次整備し、週1回の、自動試運転を実施しております。取り組みの効果として大規模停電時においてもですね、報道取材ヘリの運航が継続できる体制、大規模災害発生後に早期に運航が再開できる体制を確立しております。先ほどのポイントの4のですね、事前の備えで雪の場合の計画的装備をご説明いたします。まず丸1として雪道への備えとして、冬用タイヤへの交換はもちろんのこと、先ほどご説明いたしました車両の滞留においてはですね、チェーン未装着の大型車のスタックを契機となって車両滞留が発生しているということもありますので、冬用タイヤだけではなくてですね、チェーンを携行するということが重要です。このほか冬用ワイパー、こまめな給油、事故防止のための十分な車両距離の確保、通常よりも輸送に時間がかかることも想定し、ゆとりのある運行計画が必要ですと。で、丸2としてスタックした場合の脱出のための備えとして、スコップ、長靴、防寒着、毛布、脱出マット、懐中電灯等は必要ですということです。さらに、丸3として万が一の滞留のための備えとしまして、非常食、飲料水、携帯トイレ、本社との通信手段、ラジオなどが考えられます。で、事前の備えの内容につきましては、マネジメントレビューや内部監査などにより見直し改善が重要ですと。次に参考資料として適正な冬用タイヤの準備ということです。令和3年1月26日よりバス・トラック運送事業者にですね、雪道において適正な冬用タイヤを使用していることを確認することが義務付けられました。整備管理者は雪道を走行する自動車のタイヤについて、溝の深さがですね、タイヤ製作者の推奨する使用頻度よりもすり減っていないことを確認しなければなりません。この使用頻度ですけれども、国内メーカーとのこの冬用タイヤでは使用頻度の目安としまして、溝の深さが新品時の 50% まですり減った際に、この右の写真にありますようにプラットフォームが溝部分の表面に現れます。また運行管理者につきましては、雪道を走行する自動車についてですね、点呼の際にこの蒸気、今説明した蒸気事項が確認されていることを確認しなければなりません。事前の備えのタイムラインのもう一つ説明です。
タイムライン、防災行動計画とは、災害の発生を前提に、大規模密災害、大規模水災害、雪害等の発生、予測時刻から逆算して、防災関係機関が連携して、災害時に発生する状況をあらかじめ想定し、共有した上で、いつ、誰が、どのように何をするかに着目して、防災行動とその実施主体を時系列で整理した計画です。留意すべき点として、丸1、先ほどご説明した通り、大雪はある程度予測が可能と。丸2として、例えば、積雪予報に応じてですね、リスクの高い路線の一時運休、速度制限を行って、積雪量予報を踏まえて計画運休を実施と。これは、鉄道、トラック、バスとイメージしております。またトラックについてはですね、積雪予報に応じて広域迂回経路による運行、輸送スケジュールの変更を実施ということです。丸3としてタイムラインの目安として、雪の場合はですね、豪雨等の降雨量、風速といったものと違ってですね、雪の場合にはこういった数値の基準がないので難しいところですけれども、例えばこの大雪特別警報、大雪警報、注意報等の発表に関する情報が活用可能です。例えば気象庁の早期注意情報の入手。これはですね、警報級の現象が3日先まで予想されているときに発表されております。その他、各気象台の発表なども入手しますと。で、マリオンとして、一時運休、全面運休、計画運休は地域の人流、旅客、ですね、物流、入試等に大きな影響を与えますから、国、地方、公共団体、関係者との情報共有の連携、利用者、荷主等への適時適切な情報提供が重要と考えられます。次に質問、3つ目の質問です。質問3として大雪への対応。あなたは貨物運送事業者、トラックの事業者ですね、の営業所管理者です。現在、冬型の気圧配置となり、明日の夜半から未明には大雪となる予報となっております。気象庁からは大雪警報の発表もありました。主要取引先である荷主からは、明日の配送も通常通り行ってほしいと依頼がありました。あなたならどのように対応しますかといったことで、1、断る、2、引き受ける、といった質問です。で、実際のセミナーでは、断るが 85%、引き受けるが 14% という結果となりました。多くの運輸事業者様がですね、主要取引先である荷主の依頼であっても断るといった結果でしたけれども、各運送事業者の状況ももちろんそれぞれあるかと思いますが、先ほどご説明した車両対応に巻き込まれる、あるいは発生させてしまう可能性といったことも踏まえまして、またさらにその人命最優先という観点からですね、大雪時の輸送についてご検討することを推奨いたします。次にまた参考資料ですけれども、この参考資料、重要なスライドとなります。荷主等と連携したトラック事業者の防災についてということで、ある程度予測可能な大雪等につきましては、国から示されたですね、異常気象時における措置の目安をもとにですね、着荷主、初荷主と連携を図りつつ、安全が確保されるまでの間、運行一時中止、計画運休もありますと、こういったことをですね、あらかじめ協議、協定締結を行うことをご検討くださいということです。これまでの雪害の経験から、これからですね、道路管理者においてもですね、今後は高速道路の通行止めだけではなくですね、並行する国道も合わせて通行止めをするといった可能性も十分あります。冬用タイヤの未装着により、立ち往生した事業用自動車に対してはですね、悪質な事例につきましては、監査した上で、当該事業者の行政処分が行われることとなっております。また第1は、ドライバーの安全を考えて、一時中断等することを責任ある社がですね、判断することが重要かと思います。自社がですね、安全な輸送を行うことができないと、判断したにもかかわらず、荷主等に輸送
強要された場合には、国土交通省にその旨を通報する手段が設けられております。次にですね、2例ですね、大雪の取り組み事例をご紹介させていただきます。重要なスライドとなります。まずは自動車モードトラックで、ラニー福井貨物株式会社様の取り組み事例です。先ほどご説明した2018年2月のですね、国道8号線、この福井県、石川県で発生した大規模滞留事案を契機に、安全を最優先とした運行計画の策定を実施しております。上の写真はですね、2018年2月のこの滞留事案に自社のトラックが巻き込まれた様子とのことで、自衛隊による救出作業が行われている模様です。取り組み事例として、大雪警報等が発表され、気象による影響が見込まれる際にはですね、対策本部を立ち上げて、国土交通省自動車局の異常気象時における措置の目安を参考にしまして、事前に荷主と打ち合わせを行って、油配送の中止、広域迂回等の運行前に十分検討と、安全最優先の運行計画を策定、実施していると。気象情報は報道ホームページ等で入手、さらに令和3年度からはですね、福井県で構築している国道、県道の除雪情報をリアルタイムで提供しております、道情報ネット福井も活用しているということです。備えとして、冬用タイヤは毎年11月に新品購入して、12月初旬には全車交換完了、雪シーズン後も交換せず、履き潰すサイクルとしております。チェーンについては全車携帯、チェーンの装着方法については、全国トラック協会のビデオを活用して教育を実施しているとのことです。下の写真はチェーンの装着方法について教育している模様です。さらに冬用タイヤは燃費が悪い傾向があるため、エコドライブ活動ですね、ゆっくり発進、ゆっくり停止といったことも実施して、それによって燃費は他社と比較しても遜色ないレベルで確保しているということです。取り組みの効果として、油配送の中止、ルート変更、運行時間の変更等、安全最優先の運行計画を決定することが可能になったということです。続きまして、自動車モードバスですね、新潟交通株式会社様の取り組み事例です。取り組みとしまして、豪雪時の対応マニュアルを策定しております。で、対策本部の設置基準として、新潟地方気象台16時時点で発表しております、17時から翌朝9時までの予想降雪量。この降雪予報において、下越海岸部で最大20センチを超えた場合に設置することとしていると。で、早朝の巡回体制の構築として、対策本部設置基準が満たされる場合に、この記載の表に基づいてですね、巡回を実施して、路線ごとに運行、運休、迂回運行を判断していると。で、始発5時半までには利用者へツイッター、ホームページ等で情報を提供しておりますということです。で、降雪の期間が2、3日続いた場合にですね、この2班体制と、をしていって、当番、これでは当番の頻度が高くなるためですね、令和3年度より余裕を持たせた3班体制として見直し改善を予定しているということです。ポイントとして、体制が確立しているだけでなくてですね、見直し改善を行う PDCA サイクルというものができているかと思います。新潟交通株式会社の取組事例の続きです。で、冬用タイヤは新品を購入し、履き替え、そのまま交換せずに履き潰して、毎年同じ交換時期には常に新しいタイヤを維持しているということです。また、この新潟地方の近年の雪の降り方として、おおむね3年に一度豪雪になっているということで、それに合わせて除雪能力を備えるようにはなっていないということで、豪雪時には除雪能力が追いつかない状況となって、道幅が狭くなると。ということから安全なルート運行ルートを確保するため、近接のですね、幹線道路に迂回するなど、
必ず運行する路線と降雪状況によって一部迂回、運休区間が発生する路線を区別して優先順位をつけて運行を継続しているということです。利用者にはホームページ、ツイッターを通して迅速的確な運行情報を提供しているということです。取り組みの効果としまして、豪雪時の路線の優先順位を踏まえた安全な運行の維持と利用者へ適時適切な運行の情報の提供とのことです。それではこれまでの説明のまとめです。4点のポイントをご説明しておきました。1番として経営トップの責務と、大規模災害時は経営トップの判断が必要です。予測可能な雪害等においては一部運休、全面運休、一部再開、全面再開の判断ですね。で、丸2として、被災時の復旧に向けた経営資源、人、物、金の選択と集中。2として、長期計画と備えの投資と。2つ目のポイントとしまして、防災の基本方針。防災の基本方針は、経営トップが決裁いたします。策定の際は優先順位、まず1に人命最優先、避難、救助、救護の原則、その次に、安全を確認した上での事業継続計画といった順に策定することです。安全方針は運行要因を主としたものとなりますが、防災の基本方針の対象者は、すべての社員、職員であり、すべての社員、職員にとって重要であるということを認識してください。3点目のポイントとして、リスク評価。まずは、ハザードマップ等を活用して、自社が遭遇する可能性のある自然災害の種類と程度を把握することが重要です。把握したハザードに応じた備えの開始、降雪、積雪の状況、予報等を活用して、本社、営業所ですね、とか、それから運行エリアの雪害の可能性を把握しまして、降雪、除雪による、降雪、積雪による事業への影響度を想定してくださいということです。4点目のポイントとして、事前の備えということで、リスク評価に応じた備えは広範囲となりますが、日常の事業活動に防災の視点を追加してくださいと。リスク評価の結果を踏まえて、雪シーズン前にですね、事前の備えを行い、降雪、積雪情報の入手先を確認。これまでに話した気象庁のですね、情報等を入手してくださいと。予測可能な雪害等に対してはタイムラインを策定し、対応実施と。荷主等の事前協議、協定締結により一部運休、全面運休、広域迂回といった安全最優先の運行を実施してください。この4点の中でですね、2点目の防災の基本方針と3点目のリスク評価、これにつきましては重点推進事項としておりますが、例えばいろんな事前の備えを行ったりですね、運行を再開するとか実施していくということは、経営トップの決裁といったものが判断が必要となりますので、経営トップの関与ももちろん重要となることも認識していただければと思います。以上をもちまして、運輸防災マネジメントセミナーの説明を終了いたします。ご清聴ありがとうございました。